どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、今日やってみましょうということで、ゆっくりジャパン劇、ついに特許庁が動きそうですね。はい。ただごめんなさい、ソース元がわからないっていうのと、これが真実かどうかっていうことの検証のしようがないということになるので、ご了承くださいと、いうことになります。私何回も言いますが、別にこういうなんかニュース系の YouTuber ではないんですね。はい。今回やっぱりオタクの文化が要するに侵略を受けると。いうふうに私は思ってますんで、はい。まあ、今日もなんか、ゆずはさんがなんか、わけのわかんないツイートしてましたから、なんか、ゆっくりを要するになんか、守るためにやったんだみたいな、何を言ってんかわかんないですね。もう、商標ごろとか、暴力団とか、なんか、要するに環境保護を訴えて、要するに金巻き上げるわけのわからんような団体とかとやってること全く一緒ですね。はい。全く同じ動きで、全く同じなんで、もう今更信用できるかバカ野郎って話ですね。はい。と、特許庁というか、まあ、役人の問題っていうのがこういうところに問題がありますよと、いうことで、まあ、ちょっとやっていきましょうということになります。はい。で、ソース不明なんですけども、立憲民主党さんでいいのかな、立憲民主党さん、ごめんなさい、これもちょっとざーっとツイッターさっき見ただけなんで、はい、さんがやってくれてるということになるんですね。私言ったでしょってはい、私いつも言ってるんですけど、なぜか立憲民主党は何ですかね、政治家で国政に近くないやつほどこうなんか優秀なやつがたまにいるっていう謎な組織って私は言ってるんですけどね。はい。なんか中枢に入ると無能になるっていうね。で、ある一定地点でなんか、ああ、有能やなと思うと、なぜか自民党にどんどん入っていくっていう謎な現象が起こるっていうのが私ずっと言ってるんですけどね。はい。なんかあるんですかね、立憲民主党とかに入ってましたって言って、地方で力を上げると、さらに国政に入ってさらに優秀なのは自民党に行くっていうか、あの不祥事を起こすっていう、なんか二大巨頭になるんか、なんかよくわからないんですけど、はい、の人がまあなんか対応してたりとか、まあ自民党でも対応はしてる方はいらっしゃいますけどねはい、ということで、まあ様々なところで対応してるみたいですし、まあ有志の方でも特許庁に問い合わせしてこんな感じの回答ですよっていうふうな感じになってるんですけれども、はい、まあまあ全員を巻き込んだということですね。すごいですね、考えたらね、自民党支持者から立憲民主党支持者からね、全部の支持からの反感を食らうっていうね、ある意味ゆずはさん天才しちゃうかなって、ね、炎上系 YouTuber やらしたら最強やろとか思うんですけどね。はい。特許庁の回答で対応しようと、まあ、しているということですからね。はい。いうことなんで、まあ、一つ目が、まあ、広く知られているということで、まあ、悪意があるという、この2点から、要するに特許庁としても、まあ、動こうということで、まあ、やっていきますということですね。まあ、まあ、それは当たり前の話ですね。ただ、気になったところの文言があったんで、ちょっと行きますということになりますが、はい、こちら。はい。で、特許庁の回答が、はぁっていう感じですね。ゆっくりが広く一般的だと担当が分からなかったっていう。まあ、要約するとこういうことです。はい。要約するとこういうことなんですけど、ゆっくりが広く一般的だと担当が分からなかったと。アホか。フロッピーディスクでも今でも使ってんのかなって、Google って知ってるかみたいなね。Google 使ったことあるっていうふうな話になるんですけど、はい、こちらになります。はい。便座の蓋を上げろって言われないと、言われないと、便座の蓋を上げないのかっていう話ですね。はい。便座の蓋を上げろって言われないと、便座の蓋を上げないのかというふうに私が思うっていうところが、まあ、一般的なことですね。はい。で、この回答をもしして、要は特許庁に責任がないですってもう俺言ったら、特許庁のことは私こう言いますよ。便座の蓋を上げろって言われないと、便座の蓋を上げられない組織、上げられない組織、特許庁って私名前つけますからね。はい。特許庁に出そうか、申請で。特許庁で商標登録とかね。便座の蓋を上げろって言われないと、便座の蓋を上げない特許庁で俺出すよ。お願いしますって。キーホルダー作ろうか、キーホルダーとか、いろんなスマホケースとか、特許庁の人買ってねって思うんですけどね。はい。便座の蓋を上げろって言われないと、便座の蓋を上げない特許庁とか言って、やっちゃうかなとかいうふうに思うんですけどね。はい。すごい嫌がらせですね。はい。まあ、それは冗談はさて置いといてですね。ここからはちょっと真面目な話なんですけど、冗談はさて置いといて、真面目な話なんですけど、実は役人の問題ってここなんですよね。私は前々から言ってるんですけど、役人のなんか、がお金もらいすぎてるとか、どうだこうだっていう風な話っていうのは、やたら言うんですけど、私そこに関しては一切ノーっていう風な話になってるんですけど、役人の給料がそもそも高いのは当たり前だっていう派閥なんですよ。はい。私よりも優秀なので、これはまあはっきり言っておきますけど、中央官僚にお勤めしてるっていう話の中で、私より頭悪いなと思った人は一人もいないですね。はい。
どんなおじいちゃんでもどんなポンコツでもやっぱその分野に関して言うとやっぱりあのどんなに眠っててもちゃんと力を発揮すれば、ああやっぱり賢いなっていう人ばっかりですよね、大体。それはもうあの完全にあの死んでる人は別ですけどね、機能がもう完全に停止してるっていう人も、あのね、役所ってね、いろいろまああるんですよ、実際。あのまあ、辛いこと、しんどいこと、辛いこと、鬱なことがあると、人間っていうのは機能停止を起こすんで、それはまあ仕方ないよねっていう人は絶対、どの組織でも一定数はいるということになります。ただですね、実際問題ですね、この頭のいい人たちっていうのがいるんですけど、役人として非常に頭のいい人たちって思うんですけど、携帯使わないとか人いますかね。はい、私もびっくりしたんですけど、携帯がみんな持ってるよとか、女子高生もみんな持ってるよ、大学生もみんな持ってるよって言うんですけど、もともと役人で、役人から要するに、慶応義塾大学からの教授になられたっていうふうな方で、まあ、要するに、まあ、天下りっていうのは天下りじゃないけど、まあ、そういうところで、まあ、抗議してますっていうふうな方で見たんですけど、もう、その法解釈とか法律とか、こうなんだよとか、もうなんかすっごい知識だとかいうぐらい、まあ、本とかもその人の著作物とかも読んだんですか、ああ、なるほどっていうふうな感じですげえみたいな感じになるんですけど、携帯使ったことないんですよね。いや、こういう人本当にいるんですよ。で、携帯使ったことないとか、そういうことになるっていうのは結構ありますね。はい。で、いう感じになるんですけど、まあ私の父親も要するに役人の人と話をしたりとかしたことがあるらしいんですけど、まあ私の父の名言っていうのはこういう感じですね。役人は頭がよく真面目だが遊びをも知らないっていうね。中にはあの頭おかしいやつもいますよ。なんかあの公金使ってあのなんか遊びまくってるって頭おかしいやつとか、不正受給してるやつとかも、それ腐ったやつとかも、一定数はいます、それ。一定数は絶対います。はい。ある程度の組織体になってくれば、一定数は頭が腐りきってるやつっていうのは絶対一定数いるんですけど、大半は実際はこうですね。役人は頭がよく真面目だが遊びを知らないっていう。まあ、うちの父親の名言なんですけども、まあ、あの、役人になるやつはもう強制的に半月間要するに遊びしかさせないとか、もう、むちゃくちゃ言ってましたからね。半年間まずパチンコ行って競輪行って競艇行って競馬を行くっていうのを、あの、公費を使って無理やり金を使わせるっていう、あの、親父はあの、よく本当言ってましたけども、まあそこ行ってまず要するに人間がいかにダメかを知れとか、いう風な感じ言ってるんですけど、実際そういうケースありますよね。はい。だから規則だからとか、決まってるからその通り動きますとか、いやいや、新しいこと絶対やりたがらないとか、な役人っていうか役所としての、まあ要するに限界ってもあるんですけれども、まあその要するに新しいことをやりたがらない。ちょっとでも怪しかったらやりたがらないっていうか、その決まったことを決まった範囲から逸脱した対応とか反応することは極めて苦手な状態になるっていうことになる。だって普通に考えれば皆さんだってそう思うでしょ。ゆっくりが広く一般的かどうかっていうのは、Google でゆっくりって調べて、あ、こんなんあるんやってすぐわかる話じゃないですか。普通の感覚も出るね。ところが、いや、Google でゆっくりを検索しろなんていうことは言われてないので、っていうことを言っちゃうんですよ、多分。いや、これ本当に そういう人いるんですよ。私も見たことあるんで分かるんですけど、え？っていう。で、その人に話聞いて、あ、これはこうこうでこうです。あ、これはこうこうでこうです。あ、これはこうこうこういう時はこうこうこうです。この法律でこうなってるんで、こういうふうに解釈するの。それは、こうの法律とこの法律でこう解釈するんで、そうですって。もうその専門分野のこととか、その専門分野の判例とか、どういうふうにするべきかってことに関しては、ものすごく正しいんですけど、その場合どうした方がいいんでしょうかっていう話を聞いたりすると、みたいな。決断とかそういうことに関してはまあ非常にあれですね。だからその枠の外からはみ出ることっていうのをすごくまあ嫌うという傾向が非常にあるということですね。はい。だからまあ便座の蓋を上げろって言われないと便座の蓋を上げられないような状態っていうのは結構公として要するにありますということですね。で、皆さんも覚えておいてほしいんですが、これが日本の停滞の原因の一つね。全部これが原因だとは言わないです。だから僕、官僚批判とか役人批判ってあんまりしたがらないのはそうで、僕要するに官僚や役人の給料を下げろってのは全然反対なんですよ。全然反対なんで、官僚と役人に関してはまず要するにある程度一定数の金は絶対与えとけと。あいつら不安になってわけわからんことやり出すから、あの基本的にある一定の金額はまず絶対払っとけと。で、無理やりでもいいから、あの月1回とか週1回とか友達同士っていうよりも、その役人、役所の中で要するに意思疎通するために他の課とか違う課とか、要するに中のところで飲み会、ノミニケーションもちゃんと開きましょうねっていうのをもう強制的に義務化しなさいっていう、まあ遊びをちゃんと義務化
昔のこいつらはとか思ってる派閥なんですよ。ね、そういったのは接待交際費がとか言って、あいつら遊んでて金がって言われるかもしれないですけど、私は結果的にそれが最終的に税金つく無駄遣いなくなるんちゃうかというふうに私は思ってますんで、はい。本当に縦割りの組織で、この人たちってコミュニケーションできるのかなっていう、その部内中だけは要するに結束してるんですけど、ちょっと変わるともう全然、知らない人なんで知りませんみたいな、そういう仕事なんていう感じになるんで、私はどっちかっていうとこういう感じですね。はい。なので、まあそんな感じの状態になってる。だから特許庁とか、役人っていうと頭はすごくいいと思ってる。あれ、はっきり言うと。正直コンピューターにも賢いんじゃねえかっていうぐらいの勢いで、バーってやるということになる。ただ、要は、こういったことで、要するに横のつながりであったり、一般常識であったりっていうんで、これが要するに欠けてる部分があると。で、これが欠けてる結果、要するに、自分たちの中では要するに分かりやすいシステムやけど、世間の人に言ったら誰もそのシステム知らないとか、この手続きって便利だよねっていうふうに自分たちは出してるんだけど、いや、どこが便利やねんっていうふうに思われるようなものを作ったりとか、そういうふうな要するに、まあ、役所の中だけで、その頭のいい人たちだけの中では成立するものっていうのが結構あるよっていうことなんですね。はい。なんでね、皆さんもこういった問題を取り上げたときに、だから、何回も僕言ってるでしょ。その役所の要するに役人の給料が高すぎるとか、経費使いすぎとか、それを言うだけなんやったら何も解決しないですよって話だ。経費どう使うのって。この人たちの問題でどういう問題が出てんのとか、そういうのをですね、まあ総合的に把握した上で私はやっていくべきだと思いますね。はい。で、何回も言いますが、年収200万の人と役人の人を別に一緒に比べる必要性はありません。これはっきりと思います。年収200万とか300万の人と別に、東京大学を法学部出て、役人になりましたって人を一緒にすること自体私は間違ってると思ってます。はい。同じ人間じゃないですけど、同じ人間じゃないです。同じ人間じゃないです。はっきり言いますけど。いいですか？人として同じ人間ですって言うんですけど、責任も要するに状況も全然違いますから。いいですか？責任の重さもやることも全然違うんで、それは同じ人間っていうふうな考え方っていうふうにしたらダメです。共産主義国家じゃないんでね。はい。ということです。だから、給料が高いのは普通。ただ、問題になってくるのは、人付き合いが要するに非常に苦手な組織体であるっていうことになってるから、私は要するに積極的に、講義使って、どんどん要するに飲みニケーションだったり、横のつながりとかいうのをガンガンした方がいいということですね。はい。堀江さんみたいにね、そのなんか、あっちもこっちも人と会って、要するに、接触ごとやってっていうんでね、やったりとか、村上ファンドの村上義明さんとかね、あんなんばっかり役人にね、ならないでしょ。あの人たち経営者になってるでしょ。はい。っていうことになってるんで、まあこういう問題点が正直あるよっていうことですね。はい。よろしいでしょうか。でもまあはっきり言いますから、これは国民側に対しては、我々を含む国民側としてはこういう認識持っとこうねっていうのが一つですね。はい。ただ特許庁としては特許庁として、ゆっくりが広く一般的だと担当がわからなかったんですいませんで、通そうとするんやったら俺ははっきり言うよって、便座を蓋を上げろって言われないと便座の蓋を上げられないのかっていう。はい。便座の蓋を上げろって言われないと便座の蓋を僕は上げませんっていう。そんなやついないでしょ、大人で。そんな人おるんやったら、そういう組織体なんねっていうふうに世間から思われるんですよっていう話です。いいですか？日本を代表する特許庁ね。日本を代表する官僚組織の一機構で、特許ってすごく大事な組織体なんですよ。海外勢からも要するに取られるとか、そういう要するに日本を背負っている特許庁なんですよ。わかりますか？いいですか？松井くんじゃないですよ。適当に YouTube 上げてる松井くんじゃなくて、日本の要するに国防を守る一つの組織としてあるのが特許庁なんですよ。これ役人の人とか役所の人でね、そういう意識持ってる、忘れてる人いたら一応俺はちゃんと言ってあげるよ。そうなんだよって。それが答えとして一般的かどうかわかりませんでしたってやったら便座の蓋も上げられへんぐらいボケとんのかっていう話になりますからね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。辛いこともあるだろう。しんどいこともあるだろう。はい。しかし、やらねばならんことはやらねばならんわけです。いいですか？一生懸命仕事して、要するに変えていかなあかんことは変えていかなあかんわけです。よろしいでしょうか。